はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。今回もイブやっていきますといっても久しぶりの収録だ。確かメアリー、何しょお前の状態です。この状態です。メアリーがなんかよくわからん行動に移っております。いきなりですが、確か前回はね、次進展どこにどこで進展が起きとるかっていうのを探そうとしちゃったけど、時間の尺の関係で次のパートに回そうってことですね。その次のパートってがこのパートというわけで、ちょっと進展があるまでいきなりですがカットさせてもらいます。ん？さっきいいもの拾ったの、あなたにはあげないよ、私の宝物にするの。え？こんなセリフだったっけ？え？頭から何かはみ出してるわ。え？何何？どうしよう。え？何何？よくわからんのやけど。何何何何？何何？マジで何？調べないでおくのか、触らないでおくのか、人形を調べてみるのか。調べてみるでしょう。そういうの調べてみるでしょう。当たり前でしょう。一応調べてみようかしれ。触りたくないけど、触れ触れ。ビリビリ言ってる。あ、お、赤い玉、ようやく進展です。あー、なんか笑ってる。あ、な、ちょ、お前何しよう何しよう、どこ行くの。なんか鍵が開いてるわ。入りまーす。あー、めっちゃいろんなんある。君の悪い人形たち、元気だったかい。おほほ、お、てか白いやつあれで、やった、これで7つするってわ。きた、め、首取れとるやつあるやん。首取れとるやつある。え、出た、え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 、メッセージ出てきた。私たちのお家にようこそ。ペーペーペー、なんやねん、お家なんこれ。へえ、お家なんじゃ。あーす、そうすか、あざーす、招いてくれてあざーす。何人家族やねんお前ら。君の悪い人形の大家族や。人形、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 大家族。いやいやな、こんな。え、ちょっと待って、あかんの。え、嘘、なんで。え、扉に文字が出てきた。また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな。え、なんですって。え、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 なに、なんだなんだ、カン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 なってる。ねえ、何、今度は何なの。え、なんかやばそう。鍵、鍵はどこ。え、ちょ、え、なに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 、えっす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 、鍵鍵鍵。もうなんか有名なグロい映画の、なんか来た。石黒、石黒かーい。いや、やばいやばいぞ、これがどうだ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 。太陽の気が気持ち悪いわ、やめろ。なんか来る、なんか来る、やばい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 。あった、鍵、逃げろ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 。あぶな、なんか知らんけどやば、なんか出てきよった。つうか何、鍵探すのは死ぬ的な感じのやつやん。何あれ、有名なグロい映画のソーみたいでないか。はあ、はあ、もう嫌。なのの、あの部屋、なんでこんな目に遭わなきゃなんないのよ。泣き言言ってる場合じゃないわ。イブだって怖い目に遭ってるかもしれないのよ。早く合流しなくちゃ。あー、危ね。あれ絶対見つけてなかったら死ぬパターンやろ。食われるよ、食われるかは知らんけど、とにかく死ぬよ。あれ、扉が開いてるわ。お、なんかの絵がある。何この絵。雨水、ちょーん。雨水、パク。階段だわ。見たらわかります。ここまで来ちゃったけど、本当にこのまま進んでもいいのかしら。進むしかないでしょ。かといって、戻ったところでどうにもならない気がするし。どうしましょう。そりゃあ、進め。一歩進んで二歩下がっても。じゃあ、進めや。はよ。優柔不断とか言おったら、進めや。というわけで、なんか、イブのサイドに戻ってきたよ。ギャリー、そろそろ話そうぜ。話してくれない。お、来ましたね。
とうとうこの虹の橋がかかるとき来ましたね。あの7つの玉を集めたらこうなるんですね。連動してましたね。こっちの謎はまだ残ったままか。とりあえず鍵ですよ。どこの鍵か知らんけど、茶の鍵、茶色の鍵、幻、幻？これのどこが幻なんかいまいちわからんところだ。そうですね。じゃあですね、とりあえずなんか今日調子悪いな。鍵だろ？と言うたらやっぱ右上のあれじゃねえの、ここじゃねえのですよね。なんかメアリも入りたい入りたいって言うて心の前におったもんな。そりゃここですよね。開かないとおかしいですよね。だってこれ何？今度は上からかぶりついてる。いろんな方向からかぶりついたら味が変わると思うかい？そんなわけない。え？おう、メアリー。エブ、どこ行くの？探索。なんで一人で行っちゃうの？一緒に行こうって約束したのに。一番最初に離れたのはお前。ねえ。何？どうして逃げるの？だからお前が勝手に抜けたん。イブ。あ、ギャリー。ちょっと何してんのよ、メアリー。うるさいな。おとなしくあそこで待ってればよかったのに。メアリー、あんたやっぱり。話してよ、キャー。うわ。突き飛ばした。ドロップ。そして花が落ちている。イブ、大丈夫？遅くなってごめんね。あーし。これが、今世紀最大のラブってやつですな。わ、イブ。ごめん、怖かったでしょ？もう大丈夫だからね。世界一可愛い二人が、抱きつき合う。萌えですね。信じられないかもしれないけど、メアリーは。人間じゃないのよ。ゲルテナの作品の一つ、あの追いかけてくる絵の女とかと同じようなもんなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気が少なかったけど、一緒にいると危険だわ。今もあと少し遅かったら危なかった。かわいそうかもしれないけど、急いでここから離れましょう。ん？ギャリーさん、かわいそう？そんなこと一つこれっぽっちも思っていません。ウィス、大丈夫大丈夫、こいつほっとこう、ってか蹴り飛ばそう。いいでしょうか。えい、ほら、俺、えい、ほら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 、えい、ざま。お、花がある。本物に見えるけど、ゾウなんて読むこれ。まあいいや、作った花だわ。そうなん？作った花だったら何だって話やけど、ギャリーラのは本物なんかな。よく知らないね。えい、ほら、ほら、えい、ほら、ほら、ざま、おい、ほら、おい、ほら、えい、ほら、ざま、あい。さて、行きますか。下にはもう何もないと思うわ。あ、そうやね。ギャリーさん、調べてくれたもんね。じゃあ、どこ行けばいいのか。どっか空いてないところあったとか、そんなのあったっけの状態。もしかして、あの頭が消え去っとったりするんかな。消え去っとったりするんかな。消えてないわだ。まだ、あ、そう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 。確か、ここじゃ。これだ。これをギャリーさんに和装してもらうんだ。この階段で下に行けそうね。よし、ちょっとイブ離れてて。来ました。定番となりましたギャリーさんの和装。はぁ、あ、ここに来てどれだけ石像をずらしたのかしら。石像をずらす仕事があったらギャリーさんが一番だと思うな。ま、いいわ。それじゃあ行きましょう。よっしゃー、クライマックスに近づいてきてんじゃないか。ちょっと世界観が変わってる。えらい世界観変わってる。流れ星、あー、ちょっと無事に出られますように。遅いわ。なんか出てきた。もうメルヘンチック、あーす。何今の、当たったら死ぬんじゃね。めっちゃでっかい雨が、あーす。もう落ちてきたらあかんようなもんが落ちてきとんじゃないか。やめろやめろ。スケッチブック。まあ、スケッチブックやけど、スケッチブックやけども、何何？なんか、随分と雰囲気が変わったわね。めっちゃ変わりすぎやで。
まあ、用心するに越したことはないわ。行きましょう、イブ。変わりすぎにも程があるっちゅうに。掲示板。花がたくさんあったりね。セーブポイントは？鍵がかかっている。鍵の概念があるんかっていう見た目だけど。あー、私がいる。私がバンジージャンプ失敗をしている。なんか変なバンジージャンプの仕方してる。ここにはさっき美術館。え、どういうこと？え、これが美術館ってこと？いや、見た目からしてわからんだろ。どれも一緒のような建物やもん、描き方がさ。あ、蝶がいろいろ、蝶々が飛んでいる。蝶々が飛んでいる。こいつはこいつ。あ、こ、お前じゃない、お前じゃない、こいつ。あ、ちょっと。オッケー、全部同じことだったな。くそ。鍵がかかっている。よく見ると、ドアに文字が書いてある。ピンクの建物に注意書きがあるよ。それを読めば悪ドアです。随分真実なメッセージね。逆に怪しく感じるわ。そうっすね。相手の罠としか考えられない。あ、ピンクの罠。なんかここの回復できるやつ、できるやつと。あっ、イブちゃんこっちでもバンジージャンプ失敗やっとる。イブちゃんもハマったがバンジージャンプ失敗にさ、とりあえずセーブだ。何これ面白い。まあとりあえずピンクの家調べるのは次のパートに回して、はい、今回はここまでにしようじゃないか。ご視聴ありがとうございました。シーアゲッ。